はい、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 あ、本当ですか。あ、ちょっとそんなお金はないんですけど今。はい、はい、あ、あ、わかりました。そんなこと言ってどうする、誰か知らんけど。はい、あ、わかります。あ、はい、はい、あ、いつまでですか。ああ、本当ですか。わかりました、なんとか。当たり前ですよね。はい、あ、じゃあちょっと親に言っときます。はい、はい、わかりました。すいません。あ、それ繋がってないですね。はい、あ、親にかけるんですか。あ、じゃあ、あの携帯の番号言えばいいですかね。はい、わかりました。じゃあちょっと番号を教えます。何が、こんなこと始めるのに何してどうする。いや、ネタにしてないけど別に俺。いや、何そんなこと言うの、非常識。何が、いや、あんたにお金払ってくれっていう電話が。いや、何もしてないのに締め出されたんだけど。また締め出されたんだけど。マジ？いや、ちょっと俺の話を聞いてくれ。ちょっと俺の話を聞いてくれ。誤解がある。ちょっと俺の話を聞け。
聞いてくれ。誤解だ。ちょ、聞いて。意味がわからんし、これさすがに誤解だろ。普通にただお金を払ってくれっていう電話が来るだけだよ。マジお金を払ってっていう、お金払えって携帯ショップから言われてるわけよ。そうするとあの親さんの携帯がブラックになりますっていう連絡。誤解だそれマジ。ちょっと俺の話聞いてよ。ちょっと待ってよ、だりんだけど、暑いんだけど。暑いんだよマジ。ふざけんなよ。ちょっと話聞いてよ一回。ダリーなマジで、もういいから、いいから台本は早くして。ダリーってマジ。ダリーって早くしろよマジ。これ台本だろ完全に。台本だろこれ。いやまただろ普通に。もういいってそれ。もう締め出し系もういいって。そうっすやめてくれよそのネタ。そのネタダリーから、そのネタダリーからマジで。暑いのに汗が出てきたマジで。息子は熱中症で倒れるぞ。あ、今さんスパム。はい。いやそれだるいマジ。ちょっとマジで頼むってもうダリーマジで。ほんとダリー、さすがにクソダリー。だってもういいわもうマジこれ。クソムカつくこれ。いや平八の早行ってみようやってか、開いてねえもん。おいおいおい、いや普通だったらね、だったらね、ここが空いてるはずなんですよ。ここが最後のなんか関門ここなんだけど、ここが空いてないってことは裏も閉めてるね。下りクソだり。おい息子は倒れるぞ。てかね、てかムカつくな。あのタバコも中忘れたんじゃない俺。どっか行けよ。いや無理。これ服がもう、服もさ、これこれもう寝ちゃってるし、風呂入りたいし、まだ8000円もらってないし。8000円もらったら行くわ。違う違う、これねマジ誤解なんだよ普通に。誤解なんだよ。なやこれ。
台所も閉まってるでしょ。あとなんかあの今あのツイッターの DM でなんかあのキンプリがあの TikTok でなんか最速で3億回再生だぞとか気持ち悪いからやめてさ、どうでもいいんですよ。もうキンプリとかファンじゃないし別に。それ聞いてどうするの。まあ左耳が聞こえん人も上がってきてもしょうがないから、あなた。はい、落とすよ。よくわかっ、あ、お茶巻きがガラス。プレ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 、はー、やべ、うわー、画面が割れた。ゆさんって人がツイッターにいいねするか落ちたじゃん、これタイミング。下打ちしかしないんだけど、寝顔やったんじゃん。どうすんの、もうめんどくさいから早くしてくれない、開けてくれない、もうだりってマジで、もういいって、もういいって、その芸早くして、はい、開けろ。マジだりこれ。あ、おつこれ、あ、おつこれとか言うの、お疲れとか言うんじゃない。熱中症になるマジで。山下リーは、いや、クラクション鳴らしてやるかじゃん、マジで。クラクション鳴らすことによって開けてくれるならクラクション鳴らすけど、いや、お疲れお疲れって、お前普通にさっきからおったやつだろ、お前普通に、普通に。開けてよ。いや、気鳴らし続けたら警察が来る。ちょっと京都弁でちょっといちびってるんで、すいません、無理です。あ、バカモン、なんで歩けろや、普通に。普通に歩けるんじゃないわ、お前。何がお金を取るなんて。取ってねえよ、別に。そんな芸やめねえ、お金にすることがなってるや。いや、芸でもないし、本当に金が欲しいだけだし。断るよ、お前が働けよ。きしょい。お前は働いてる。一回ちょっと話聞いて。ん？これは。1848円。うん。いや、ちょっと一回話聞いてくれ。マジで。いや、だから親父が開けてくれたもん。あんたなんか帰っと、あんたなんか誰か本に入れるって言った。勝手に家なんか入る。あるよ。完全に親を言っちゃいますけど、あ、別にな、私は。で、あんた電話かかってきた？携帯に電話かかってきたでしょ。
ですが。いや、かかってきてるはずだよ。かかってない。いや、ちょっと俺。なんだよ。いやだ。そうだ。あ、そうだ。あ、怖い。やめ、死ね。もしもし。なんですか。さっきから。なんですか。いや、なんですか、マジで。何。意味がわからん、この人。もう二度と上がってくる、二度と上がせないわ。っていうか、追考連絡消すわ、これ。今、マジでいらんから。営業妨害だから。こんなもんスパムだ、これ。スパム。さっきの人、スパムっす。マジで。営業妨害ですね。携帯も割れるし、締め出された。いや、あれ締め出されてないでしょ。開いてるよ普通に。あ、マーキーもしばけ500円です。フレはー、しろ。はい、しろやお前。ヒントした態度を宣言だからな、お前が。お前が変な顔するけんだよ、こっちは。お母さんが怒ってたよ、お前。何も怒ることねえだろ、お前。配信見んな、お前、そして。会うか、お前は。お前が配信なんか見てるけんだよ。そもそもお前が配信なんか見なかったらダメならんかったよ、お前。誰とか、お前のせいだよ、すべて。出ていけんの？いや、お前が出ていかせんだろうが。出て行けっつって、出て行けっつって言って、お前が出て行かせんくせに毎回もっと出て行った方がいいよ。おかしい、あいつ。開けといて出て行けとかね、やばいよね。じゃ、とりあえず8000円回収しますね。まず8000円回収。変八もブロックしようぜ、マジで。リアルスパムしてやろう、マジで。とりあえず8000円回収するわ。平八邪魔、いや邪魔だね。いやでも普通に、あの配信ドアを開けてくれないけど、出てけとか言ってるけど、あの自分出て行ったらね、出て行ったら帰ってこいだし、よくわからないですよね、普通に。あのね思ってない。あのね、いや別に家族、いや家族です。思って、いや、あんたはそう思ってもみんな思ってなくて、あれ人にあんたの人とか、あんたのみんな迷惑してるけん、全員が迷惑してるけん。いや、親族いないです、僕。だけど、どっかでけば、出ていけばいいですよ、あんた一人で暮らせばいいじゃん。だから出ていくけど、その、鍵閉め芸はやめて。芸じゃない、だけど出ていけってことだから、荷物まとめて出ていけって言ってるんでしょ。だから荷物まとめて出て行ってもいいけど、その代わり名義になってよ。なんであんたの名義にならんといけん。いやいや、他人よりももっと嫌なんで、世界で一番嫌いです。いや、だから世界で一番嫌いで、他人よりもっと嫌なんだったら、普通にじゃあ、普通にあれ出せばいいじゃん。誰も嫌いですって。住民変えりゃいいじゃん、住民票。どうやって変えるのか知らんわよ。弁護士に頼んでんじゃないの。勝手にそんなことできないもんね、そんな。
じゃあ今から弁護士に電話してみや、じゃあ俺が出てやるから。 あんた警察に訴えるって言われてるし。警察に訴えてどうしたいや。あんた警察に訴えたところでも、あの家族の縁は、家族の縁は、警察に被害届出したところで家族の縁は切れないから。いやだ、なんか知らない、そこじゃねえやろ。役所に行って住民票変えればいいじゃん。おかしくないよ。あんたは笑ってるけど全然こっちは何の足しにもならないし。いや、コメントが面白いよ。普通笑うだろ。全然面白くない。じゃあ見てみようもん、このコメント。ほら見たくもないし、ほら見る必要ない。そうな、よくわかんない。みんな迷惑してるじゃん、あんたのために。家族みんな、なんで何もしないじゃないですか。あんた自分がしてることがない、全然わかってないよ。いや、わからないですね。なんか悪いことしたっけ。うわ、そういうこともわからないんだね。頭狂ってるとか、あんたの DNA だけど。いやいやって産んだのあんたじゃないの。もう携帯がバグったしよ、お前のせいで。開いてもね、勝手に追加するようになったんじゃこれ。なんだよ、あ、なんだよ、あんたのって。あんたはね、もう配信してから人間変わったんだって。じゃあ配信する前どんな人間だったの。逆にあんた変わらなすぎて困るんだけど。配信してなかった時はもうちょっとこんなに家族にここまで迷惑かけられちゃったでしょ。でもお金の面では迷惑かけてた記憶あるけど。でも家中壊したり汚したりこんなことまでせんだったけん。いや、配信外でお前逆にしてたらびっくりするだろ。そんなもん逆に配信外でするか。ローションラーメンとか配信外で一人でしてする何が面白いの。一人で配信ってのはそういうもんだ。そういうもんじゃない。家族に迷惑をかけて。いや、それは俺しかないと思うけど。家中汚して、な、家中汚してと。だから掃除してんじゃん。してません、全部私がしまってても。あんな足りなくて、まだ全然これからまだ10分の1しかしてないんや、掃除なんて。で、今からテロップ、またイカルドが大本芸って書いていい。お金をくれなんてもう口先ばっかり。大本、お金を送るのかな、あんたお金払って。うるせえババアだな、本当に。だって出てけばいいじゃん。なんだから、さっきのは誤解だって。いちいちそれぐらい怒るなよ、マジで。さっきのはちげえがや。電話の競馬番号も全部ミュートしてたんだって。はあ、違うわ。なんでお金がないなんてバカなこと言ったでしょ。ちげえがや、お金がないなんてバカなこと言ったでしょじゃなくて。言ったじゃん、そんなの。だからさ、来週にその支払いをしてくださいって言われたからだよ。だからそれミュートしてるから、教えてやるから、今からの反応が変わるで。さあ、もう調べてきゃ、その電話番号どこからか。あ、じゃあいいじゃん。よくないじゃん。で、お金がないでどういうこと。親に払うってどういうこと。あ、当たり前じゃん。はあ、もうあんたと関わる。うわー、マジで携帯が壊れたわ。なんかもうページ開いてないのに勝手になんか自分のインカメで録画とか撮られてたけど。ダメだもうこれ。お前もなんか変な告げ口するなよ、いちいち俺の配信聞いてて。当たり前じゃないだろ、普通に。変なんじゃないかな、お前。おかしいだろ、お前。普通いちいちそんな、いちいち家の中にいる人の配信見るなよ。普通に家のそこにおるだろ、普通に。変なんじゃねえかな、お前。いや、普通に別に、じゃ配信なんか見る必要ないじゃん、そこに、ここの家にいるんだから、配信。見てんじゃん。やめる。いや、声聞いてんじゃん、イヤホンまでつけて。やめてねえじゃん。やめればいいだろうが。ほらほら、やめた方がいいよ。いや、お前どうせ見てんじゃん。見てねえ。携帯何よ、お前。人の携帯。いや人の携帯だから絶対見るじゃん。見らないよ。いや、見るでしょ。ふわっちでも見られるようなふわっちのラジオ配信でさえずっと見てんだから。見られるようなことすんのバカ。いや、見られるようなことすんなバカって。さ、配信できんじゃん。でも見らんでいいじゃん、別に目の前にいいんだから。見られるようなことすんな。見られるようなことすんなって。じゃあいちいちさ、興味あるのお前。ないけど、あんたが何してんだっすか。いやいやいや、ラジオ配信までずっと見てんだから、ずっと。いや、こいつって。そうや、あんたの方がおかしいです。それは普通に。シャワー浴びて、はい、出て行って。シャワー浴びて、着替えて、はい、いや、シャワー浴びて出て行ってのよくわからない意味が。こういう家族な。いや、こういう家族っすね、マジで。やばくない、マジで。こういう家族。チョンがつく、マジ。家族芸飽きた。みんな、別にお前に見られるためにやってねえし、こっち。
俺たちリアルでやってるだけでも、あの金が返ってこないから異様にムカつきます今は。くそ、悪い。